皆様お元気でしょうか。わしは幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊の大木隆人じゃ。地味で大酒飲みのわしじゃが、やったことはすごいぞ。初代文部教を務め、教育制度の基盤を作った。それだけではなく司法教、さらに二代目の東京府知事も務めたのじゃ。まず一作目、散るもまたよし。登場する賢人は鍋島直政公、佐野常民、そしてわし大木隆人じゃ。時は1860年4月某日、場所は佐賀城本丸。わしは藩校講道館時代から本が、特に歴史書が好きでの、江戸吉信用先生から学んだことに同じ志を持つ仲間たちと出会い、彼らから呼ばれ江戸に行く決心をしておった。当時江戸は大老井伊直弼が暗殺されるなど、とても不安定な情勢じゃった。だからこそこの時に江戸に行かんばと、わしは悲壮な覚悟を持っていた。殿に呼ばれて気持ちを聞かれたが、もともと口下手でな。おまけにたまたま同席していた佐野先生が横から口を出すもんだから、わしもついつい言葉が乱暴になり、殿に大層失礼なことを言ってしまった。でもな、殿はわしの江戸行きを反対するどころか、門出を祝ってちょうどできたばかりじゃと、不思議な香りのする酒を振る舞ってくださった。あの時に殿がわしのために読んでくれた歌を、わしは生涯忘れなかったぞ。二作目は酒持ってこい。登場する賢人は大木隆人、江藤新平、島義武。時は1871年明治4年のある夏の夜のこと。わしは家で一人静かに酒を飲み、この国を、生まれたての赤ん坊のようなこの国を、もっと強く、もっと正しくするにはどがんしたらいいのかと考えておった。そこにさ、ひょっこり遊びに来よったのがあのうるさい江藤新平じゃ。おまけに島義武先生も来よって、もう静かな思案の時間がぶち壊しじゃ。手ぶらで来ながら酒がないとか大喧嘩を始めるし。でものう、その後の二人の話を聞いて損はなかったぞ。この国を良くするには、江藤は法の下の平等だと言う、芝先生はにゃ、まずは人作りだ。それでわしも心が決まった。そうよ、学校よ、学校を作るのよ。男も女も富める者も貧しき人も平等に人作りができる場としてな。こうして今につながる日本の教育制度作りを始めたのじゃよ。最後は丸ボール。登場する賢人は大隈重信、副島種臣にわし大木隆人じゃ。1897年、わしは66歳になっていた。すでに妻を亡くし、長男にも先立たれ、おまけに体調が悪くてな、病床で、仏の道を政治に生かして国づくりができないか、そんなことを考えておった時じゃ、大隈重信から久々にご助言いただきたいと。大隈は立派な家に住んでおった。庭の紅葉が実に目にまぶしかった。何、大隈は庭を見せびらかしたかったのかって。最初はそう思ったばってん、
総理大臣になるんであるんであるとな。さすがのわしも驚いた。学生時代にはわしが記した講義の写しを見て、わしよりいい点を取っていたちゃっかり者が総理大臣と。嬉しいやら妬ましいやら、そのお庭でなんだか美味しそうないい匂いが漂ってきてな。そしてわしがその匂いの元を尋ねたことから、後の大隈総理大臣の考え方を生み出す我ながら意外な助言を授けることができたんじゃよ。我々幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊は、佐賀城本丸歴史館にて毎週日曜日、史実に基づいた歴史寸劇を1日5回上映しております。佐賀に来るなら日曜日がいい。皆様のお越しをお待ちしております。